水中写真家の上出俊作です。沖縄本島の名護市というところを拠点に活動してます。よろしくお願いします。もともと水中写真家になろうと思っていたわけではなくて、まあ、趣味で水中写真を撮ってたんですけど、まず最初に、まあ、沖縄に引っ越して、まあ、海のそばに住んで水中写真をより楽しみたいっていうところから始まったんですよね。その時はまだ趣味でやっていこうと思ってたんですけれども、まあ、移住してからいろんなことがあって、まあ、最終的には人から水中写真勝負できるんじゃないっていうような声をかけてもらって、まあ、当時いろいろ悩、まあ、生き方に悩んでたりもしたので、まあ、ちょっと頑張ってみるかみたいな、割と最初はそういうスタートだったので、なんか熱い思いを持って始めたっていう感じではないですね。一番ね、まあ、今石垣島にいるんで石垣島って言いたいですけど、やっぱり、まあ、沖縄本島、まあ、特に自分が北部に住んでるので、まあ、そこは自分にとって今というか一番思いはありますね。まあ、名護っていうところに住んでて、名護湾っていう場所が家から10分ぐらいのところにあるんですけれども、まあ、そこで潜ってることが結構多いので、まあ一番身近であり一番好きな海といったら、まあそこ名護湾ですかね。まあ日だまりとはこういう写真みたいな言語化できるものではないけれども、もともとまあ、今回6月に写真集を出して写真展も開催しますけれども、まあ、それがマクロだけの写真集写真展なんですね。で、まあ、一般的な海の写真展写真集っていうと、まあ、青い世界っていうのが多いと思うんですけど、今回の企画っていうのは青が全くない、まあ、水中の彩りだけを抽出したようなちっちゃい生き物たちの世界の写真展写真集なんですよ。でそれっていうのは自分にとっては全然こう何か狙ってたとかテーマを持ってやってたわけじゃなくて、まあそういうのがただ好きだったっていうのと、まあ、とにかくそのちっちゃい生き物たちが好きで、この子どうやったら可愛く見えるかなとか、どうやったら魅力的に見えるかなっていうのを自分で考えながら切り取っていったら、結果的にまあそういう世界になっていって、まあ、そんな写真をずっと撮ってたので、まあ、それをその、まあ、6年前とかに自分の、まあ、当時大切だった人というか、まあ、そういう人が日だまりっていう言葉を当ててくれたというか、まあ、それがずっと自分でもしっくりきて残ってたので、まあ、一つ、自分の中でのなんて言うんでしょうね、コンセプトテーマなんて言うのかわからないけど、だから日だまりはこれですとか日だまりっていうテーマに沿って撮ってきたっていうわけではない、だからあえて今回は自分のそういう作品にもう一回その名前をつけてみたっていうことで、まあ、写真展写真集も日だまりっていう名前でやることにしたんですけれども、そんな感じですかね。環境に対して特別なことはしてないですかね。当たり前のことしかしてないと思いますけど、まあ、生き物に触らないとか、まあ、あとは無理にコントロールしない野生の生き物を触るだけじゃなくて追い込んでいったりとか、まあ、あんまりそういうこう水中って本来は水中の生き物たちの場所だけど、人間の方が強くなれちゃう瞬間があるとは思っていて、そういう、まあ、前提で、まあ、自分の方が強い可能性があるので、
まあ、コントロールできちゃうからそこをコントロールしに行かないように気をつけてるっていうのが1点ですかね。あとは、まあ、最近結構意識しているのは取らないっていう選択を積極的にするっていうことは意識していて、こう取り始めて一度取り始めてしまったらやっぱりこうなっちゃうから、僕も取りたいと思って、でその過程で何か生き物とか自然にインパクト与えちゃうことが結構あると思ってて、それはちっちゃい生き物を取る時でもそうだし、例えば本当に昨日のサンゴの産卵とか、ここすごいいい場面だけどこれマクロで取りに行ったら多分他のサンゴちょっと傷つけちゃうなと思ったらもう取らないっていう選択をするとか、クジラとかでも感じるんですけど、それは具体的に何か傷つけるというよりはその場のみんなが作ってる本当にいい空気感みたいなものを自分が取ろうとすることで壊しちゃったりっていうこともあるし、だから写真家だから撮ってなんぼだとは思わないようにしていて、これから、まあ、何十年ってもしかしたらねやっていく中で、まあ、撮らないっていう選択もあるっていうのは一つ、それをずっとそういうふうに考えていけるかっていうのはちょっとわからないけれども、まあ今の僕は考えてますね。